岩場の忍者、ケープハイラックス。聞いたことのない名前だな。か、顔が見えんぞ。もしゃもしゃと草を食べてて草。DNA 的にはゾウに近いと言われているんだって。全然見た目ちゃうやん。くっ、ワオキツネザルがいました。わお、結構たくさんいますね。特に柵や檻で囲まれていないので近づくことができます。水飲んだり木を見つめたりいろいろだね。名前の通り尻尾に輪っかみたいな黒い線がいっぱいあるね。へえ、何を見つめているのだろう。ここは水飲み場ですかね。尻尾がやたら長いな。通路にも出てきます。尻尾、踏みそうで怖い。何やら3匹集まっていますが、何かあるのか。まるで記念撮影みたいだな。ポーズまで撮ってくれてる。写真や動画撮ってるの分かってるのか。やるじゃないか。みんなで並んでハイポーズ。レッサーパンダです。ちょっとだらけすぎじゃありませんか。お前もか。顔がよく見えんな。何か食べているんですかね。こいつもだらけすぎでしょ。時間帯が悪かったのかな。ちょっと残念でしたが、次に行きましょう。アクアバレーというゾーンにやってきました。ここは屋外なので花もたくさん咲いています。いろんな花があって綺麗ですよ。このエリアにはペンギンさんもいます。早速いましたよ。ケープペンギンという種類のペンギンです。アフリカ大陸にいる唯一のペンギンです。温帯にいるペンギンなので日本の気候も快適なのかも。スイスイと泳いでいます。カミマスだと。危険な奴らだ。覚悟を決めましょう。泳ぎが上手ですね。他にも泳いでいる奴がいますね。行くにもたくさんいますね。めっちゃ近いな。やった！飛ぶように泳ぐね。オットセイのエリアです。なんかでかいのが通っていったな。ん？オットセイは泳ぎが早いですね。やるじゃないか。種類は南アメリカオットセイ。近くまで泳いできてくれてサービス精神旺盛です。ありがとう。屋外のアクアバレーゾーンは花もいっぱいあります。サルビアの花です。だいぶ先の方まで続いてますね。アルパカさんです。こいつは危険だな。危ない。首がよく回るね。背中舐めてるみたい。ペルーやボリビアに生息しています。こっちのアルパカは何してるの。そこ、なんかペロペロしてる。
それ、美味しいんですか？あ、ラクダがいました。動かない。写真じゃないよ。ラクダに乗ることもできるんだね。すごいすごい！馬もいたよ。近くまで来てくれたよ。ありがとうございます。いい子ですね。向こう側にいるのはポニーかな。少し小さい。馬とポニーにも乗ることができます。やったね。羊さんもいましたよ。日陰で休憩中。こっちで草を食べている者どももいたぞ。こっちはロバさんかな。ミニチュアホースでした。80cm 以下の馬をミニチュアホースって言うんだって。クマさんがいました。なんかずっとペロペロ水を舐めてるね。アメリカクロクマっていう種類。性格は温和で、クマのプーさんやテディベアのモデルなんだって。続きはウェブで。確かにガラス越しに見る分には可愛いな。体重は 200kg あるのか。でかいな。重い。こっちのクマはお休み中。リス脱走注意。ここはリスの森。注意事項は守りましょう。肩車もダメだよ。こら！リスの森は2023年3月にオープンしたばかりでした。さあ、リスさんはどこにいるのかな？リスの種類は日本リス。日本固有種で本州の森にいるらしいよ。しかし全然見つからないな。こんなはずでは。もしかして今は寝ている時間なのだろうか。上にもいなそうだな。木の枝で通路を作っているみたいだけど、ここにもいない。ここら辺にいるかな。やっと見つけた。結局こいつしか見つけられなかったよ。近くにカメさんがいましたよ。種類はアルダブラゾウガメ。なんと寿命は150年くらいらしい。すごい。触られても動じない。タビちゃん。神戸動物王国のフードコートで昼ご飯。花のキッチンというところで、注文して自分で取りに行くスタイルです。メニューはいろいろあるよ。選んだのはこちら。子供にはキッズパスタ。そしてこれはロコモコ丼。こっちはトンチャン丼っていう豚丼。さて、続いていくのは、ハシビロコウ生態園。さあ、行くぞ。あの動かないことで有名なハシビロコウです。いました。動かない。頭は動いたね。でも、立っている場所から一歩も動きません。やるじゃないか。何を見て、何を考えているのだろうか。名前の由来はくちばしの広いコウノトリという意味らしい。相変わらず動かない。写真じゃないよ。
動かないから常にシャッターチャンスと言っていたら、なんと動き出しました。非常にゆっくりですが歩いて移動しています。動くときは動くんですね。神戸動物王国ではハシビロコウの繁殖にも力を入れているとのこと。うまくいくといいですね。近くに可愛い鳥がいました。白黒ゲリっていう鳥みたい。動かないけどここが巣なのかな。お土産チェック。動物のぬいぐるみがたくさんあります。よりどりみどりで迷ってしまいます。ハシビロコウとかコンゴウインコとかが人気みたいよ。ここにもぬいぐるみたち。お菓子もたくさんありましたよ。動物の形をしたクッキーやチョコなどいろいろあります。お菓子はハシビロコウとかカピバラが人気みたい。いろいろあって楽しいね。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。